ょうがない。節分の鬼らしい。コーラさん、タワーありがとうございます。鬼は外、奥は内、豆まきしましたか？え、確かに富士山、富士山に見える。やん、豆まきしたい。豆まき、小さい頃から豆まき、豆の代わりにあれか、まいと、あ、くしゃみなんです。やだ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 、うん、嫌です。くしゃみが出そうで出ないのが嫌です。うん、なんで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 。豆買った？豆の代わりにピーナッツを投げてましたよ、昔は。お母愛してるよ、なんて。愛されてる。短い時間でした。今日はお話し会ありがとうございました。あ、落花生です。ピーナッツの形をした落花生を投げてました、鬼に向かって。写真集イベント予約完了ありがとう。こんにちは、ターザンです。ターザンではないけど、ターザンの服を着たカイコカーでございます。こんばんは。あの衣装どうなってるの？また来ます、ぜひまた遊びに来ておいで。あ、ターザンだじゃないよ。サラペットといい、ターザンといい、ひなちゃん卒業ってコメント。そうよ、ひな卒業しちゃう。ココアちゃんと話、イババア登りしてないよ。なんかね、ちょっとね、高いところから撮ったけ、そう見えるだけですよ。ちょっと逆に暗くしてみようかな。ダークな感じでいいですか？あったかい色にしよう。これがいいっす。ちょっと暗いけど落ち着く。あの電気がさ、電気がこう、あのあんまりない方がね。お話し会始めました、ありがとう。こちらこそありがとう。こんばんは。そうで、2月3日に、ん、昨日ですか？2月3日は昨日ですか？うん、2月3日に五穀神社に行って、節分だったので行ったんですよ。まあ子供たちもいっぱいいて、おなんていうことでしょう、子供たちもいっぱいいて、まあ、それに混じっていたんですけど、豆まきがあの予定されていて、あ、いやいや、豆まきの予定だったんやけど、雨が降って中止になったんですよ、広島は。全然なく、で、子供に、配る用の豆、まあ、子供に豆まきをさせてあげるように、神主さん、みたいな人が、まあ、豆を渡してたんですけど、間違えて私に渡してしまったみたいなので、返して、
子供にあげてくださいって。あ、わかりました。いや、子供にぶつけるわけないや。豆を子供にぶつけんわ。間違ってよ、ぶつけん。いや、なんか子供たちのためにある豆を私に間違えて渡したので、あ、これ間違えてますよって言って、なので返して子供に渡してあげるようにして言ってました。でも結局その子供たちも豆まきできず、雨だったっけ。いや、間違えてるわ。いや、あえてとかじゃないやろ。ガチちょっと間違えたなと思うよ、普通に。ま、そう、ちょうど行った時間帯がさ、え？いや、待って待って。これなんか、もう普通に冷静に、もう私冷静に返したんやけど。あ、この豆まきは、あ、なんか豆、他の子供にあげてくださいって。他の子供にあげてくださいって。大丈夫ですって言ってから。いや、私間違えられたのかな、なんか。待って。ちょっと自由ある。豆もらってから子供にぶつけた。やばすぎんそれ、私もうおもろいんやけど、子供にぶつけられた。間違っても子供にさ投げんって鬼。もうガチの鬼やん、もうほんまに。いや、そんなクールな子かっていうか、でも私も帰り道で、え？なんか、ま、なんで私豆渡されたんやろうと思って、普通に考えた。まさか子供と間違えられたわけじゃないとは思ってるんやけど、普通に、え、なんで豆渡されたんやろうって思いながら、うんって感じで帰った。豆は殻ごとぶつけるのかな。え、子供にですか。ごめん、いや、してない、ぶつけてない。え、もやもやしちゃった。でもそれをもやもやしたまま自分の中でずっとこうで留めておく方がもっともやもやするので、喋り方がね、もやもやね、もやもや、喋り方がもやもや。喋り方子供？いや、そんな感じじゃないですよ。ちゃんと。二礼。二拍手。一礼。あ、私、初詣の時に、これ言ったっけ？初詣の時に、二礼、二拍手、一礼じゃないですか。で、二礼して、二拍手して、なんか隣の人に話しかけられて、そのまま、最後の一礼を忘れて、そのまま神社を出たんですよ。初詣の時ね、これ。初詣。で、帰り道で、もうなんか、なんか忘れとるなと思いながら家に着いた時に、あー！私最後の一礼をしてない！なんていうことでしょう！そうなんよ、もう、やばい！と思って、で、もう一回帰って、並んで、礼だけして、帰った。え、ちゃんと礼しに行った。ちゃんと仕掛けられたよ。なんか、並んでますかって。え、明らかに目の前でやったんやけどね。並んでますかって、並んでるっていうか、やってるんやけど、私。うん？と思いながら、で、話しかけられて、で、おみくじ引こうかな、引き前かな、引こうみたいな感じで、そういう感じで、ちょっとおみくじに釣られて、そのまま帰ったんですけど、礼を忘れちゃって、なので、礼しに行って、大丈夫でした。
何ともありません。大吉でしたし、ここにも大吉のおみくじありますし。おみ、お箱、おみくじ、まだ大吉です。うん、お箱、お箱って書いてある。大吉引いたの覚えてる、うん、このここにこのショールームのための台があるんやけど、それにずっとつあの置いとる、なくさないように。大吉じゃけね。写真集のオフショで思ったけど、コカちゃん色白ですか、ほんまにいいことよね。色白大丈夫そう、何で思うんやろそれ。あ、でも私ね、白いね服をね着た時にね、自分って色白かなって思ったよね。その時写真集の撮影といえばで、といえばこんばんは。うん、こんばんは。なんか色白い時期とか、色白い時期とちょっとくすんでる時期があるんですけどそんなことはないけど、あの一回あのジップのあれをしたじゃないですか。ジップのお天気、お天気カープ情報とお天気をお伝えしますやったじゃないですか。その時にあのそのスタジオがあるんやけど、でライトがめっちゃ照らされるんよ、ライトがね、顔にライトが来るんやけど、その時にあのもう空がまだ暗い時、まあ、リハーサルなんですけど、そうライトの調節とか自分でできんけで、あのずっと固定なんですよ、他のアナウンサーさんとかと一緒で。いや焼けちゃわないですよ、ただ私が白飛びして、で真っ暗な夜空じゃないけど朝焼け前の空の真っ暗さに自分だけ真っ白に映って、そう自分が白飛びしてしまって、室内のライトで、えそしたらもう今までスタッフさんもなかったから、そういう経験が、うん、白飛びするなんて、人が白飛びしちゃうなんて、そんなライト 強いんでって、ちょっと弱くしてもらって、ライト、あその時私白いんかなって思いました。大丈夫ですけど、もう写真集と撮影で、ね、日焼けしたよ、日焼けです、白い、うれびー、今日さ見た、ツイッターのやつ、ターザン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 の写真、岩登ってるやつ、もうあの岩のとこ怖かったよ、もう撮影じゃないといかんと思うもん、いかんと思うもん。岩に行ったことある、岩場、誰一人おらんかったっけ、人が、見た、叫んでるやつ叫んでる、叫んでる、思ったより岩場、じゃあ私あの写真見て、えこの衣装ってどうなっとるんって思ったもん、私なんかこの衣装ってどうなっとるんやろ、てかこのリプにファイト一発って来とるってどういうこと、ね、あれどうなっとるんって感じよね。私も改めて見てこれどうなっとるんって思ったもん、前しか、えどういうことって感じ、そんなことはないですけど、どういうこと、ふんどしみたいなことってなっとる、
あの衣装があんまり思い出せん。このオフショットもあんまりと、岩場じゃけ、え？何の音？なんかが、え？どっかになんか反射した音がしたんやけど今。もう一回してほしい。あ、カチっていただけ？びっくりした。何が？何がカチって言ったんやろ。加湿器壊れたよ、最近。そう。何かが壊れちゃったの、嫌です。こんばんは。いや、壊れてないです、大丈夫。加湿器ね、壊れたんよ。ちょっと待って、あれなんで壊れたんよ、怖い。加湿器、でもつけすぎて多分なんか壊れた。あ、また音がしたよ。ここら辺、何が忘れてます。これか、これや。ターザン。こんばんは。最近結露がひどくてさ、結露わかる？結露なんか外と中の、え、何がこれダメなの？中の方が湿ってるってことだよね。え、何これ、あったかいってことか。どういうこと？気温差ね。中があったかくて、そうなん。でもね、あれつけてないんやけどね、冷房とか暖房か。冷房は寒すぎる。冷房つけてないんだけどね。あ、暖房か。二回同じこと言ったら。暖房。壁に気をつけるわ。暖房。つけてない。あったかい、なんかもう。自分の熱であったかいんかもしれん。し、寒かったらなんか動きよる。嫌いな腹筋したり、寒くなったら。広島。寒いよ、広島も。うん、でも寒かったけど、例えば、お風呂に入ったり、あったかいお風呂に入ったり。我らの熱気をそちらへ。もう、あったかい。もう自分だけであったかい。暖房つけようらんよ。今日歩いてない。お話し会じゃったっけ。公式シティ48のメンバーで健康カード発売してる。ねえ、あのさ、この前ショールームでさ、ヘルメットって何？違うよ。可愛いニット帽ですよ。わ。うんぱ、るんぱ、ドゥバトゥドゥ、なんてドゥドゥンテルトルトンと。うんぱ、るんぱ、ドゥバトゥドゥ。あー、もう、ビリオンかもう一回見に行こうかな。おもろかった。こんばんは。体調良くなったよ。あ、鼻声はね、これはもう治らないのでね、気にしないでください。今シーズンもカーブ。カーブの歌。いや、まだね、何も来てない。ってことはないのか。去年は3月ぐらいに撮ったかな。近くから撮ったか。こんばんは。いつ撮ったか。喉は大丈夫ですよ。空を泳げ
と天文また胸を開く呼ばれなくても歌うようになったか呼ばれんでも歌うわ。じゃあ今日のこの時を確かに戦い遥かに高く遥かに高く栄光の旗を立てよう。ちゃんちゃんカープカープカープ広島広島カープふぅ。あーおもろ。こんばんは。一人でなんか自分で歌ったのもなんか想像しちゃったわ。カープ選ばれなかったので。ラジオ体操ですか待って、私がラジオ体操でソロデビューしてるの知ってる人おる？私ラジオ体操第一の歌でソロデビューしてるんですよ。キングレコードさんから広島県バージョン。え、スポティファイにある。え、ちょっと待って、ほんまにやば。ちょっと見てみよう。はあ、面白い。ラジオ体操広島県広島弁。わ、かっこいい。広島編。待って、キャンプ打法が流れ始めた。え、広島弁バージョンが出てこん。これだこれだ。ここでもいい。プレミアム会員じゃないけ、スポーティファイの。聞けるんじゃん。スポーティファイ。あ、なんで ST ホイテッドカイコカって名前が入ってるの。こうやって毎年あれできるん。キャンプだほいが流れ始めた。流れん。みんな、ちょっと待って、みんなに聞かれてるの恥ずかしい。貴族じゃないけね。あー、ここでは聞けんわ。残念。はよ、集まりさいって。いや、でも自分で聞くの恥ずかしい。まあ、これをなんかさ、あ、ちょっと待って。アップルミュージック聴いてた。え、この中に入ってるの怖っ。ほんとだ。ほんとだ。すげえ。私すごくない？ラジオ体操ね。私100点だったき。 STU に入ってるおかげかね、 STU に入ってダンスをしとるおかげかね、なんかダンスの先生にここの腕を気をつけてとか足を揃えてとかどの子の言われたことがしっかり頭に入ってね、こできるんですよ。もうアップルミュージックでカイコカって検索したらね、出てきた。広島県、広島編。あの、ラジオ体操第一が。すごくねー、おもろすぎる。ちょっと待って、嫌だ。最近検索されたの嫌だ。
ポーティファイでも聞けた？こんばんは。ソロデビューです。いつの間にかソロデビューしてた。どういう経緯で選ばれたんだろう、わかんない。なんかこれさ、広島編を撮る前にさ、じゃあちょっと気分っていうか、なんかどんな感じかニュアンスをつかんでもらうために、なんかドイツバージョンを聞いてもらってもいいですかって言われて、あーよろしくお願いしますって聞くやん。もう全然つかめんかった。イメージつかんでもらうために聞いたドイツバージョン、ドイツバージョンだったかな、韓国語バージョン、え、わかんない、外国語バージョンみたいな聞いたんやけどさ、もうなんかもはやそれのせいで混乱したみたいなのもある。全くイメージつかめんかった。なんか今までの STU のレコーディングスタジオとは全然違う感じでね、全然わからんかったもんね。まあこんな感じでいいんでって、まあこういう感じなんで、なんか、他はこういう感じなんで、なんか、もう自由にやってもらったらいいです、みたいな。歌詞カードもらうんやけど、それを、まあ、広島弁書いてあって、もっと言いたいことがあったら、全然何でも言ってもらっていいんで、一緒に踊ってる感じで、みたいな、言われました。難しかったですね。いや、なかなか。もう、STU のさ、レコーディングだったらメンバー何人かとね、一緒にでやるんよ。いや、どんな感じやねんって。感じだった。広島弁多分追加したよ。でも何を追加してかわからん。もう、一発撮りみたいな感じだったっけ。流れで一発撮ります。緊張したーって感じよ、ほんまに。こんばんは。あ、スペイン語バージョンだったんかな？何バージョンだったか分からんけど、外国語の何とるか分からんやつをね、あれしたっけ。テストしとる気分だったよ、体育の。体育のテストもさ、声で3等10点じゃない。あ、100点じゃない。あ、10点。点数ないよ。しっかり声を出してっていう。え、モンゴル語もある。そこまで分かってないです。ある？知らん、そうな。声が大事。ラジオ体操のテストは、なんか1年生の時にやるイメージ。中学校1年生とか高校1年生とか。背中セクシーで綺麗ですか？背中がセクシーってどういうことなんやろ？嬉しい。こんばんは。スーパーシャイ、スーパーシャイ。会社に着いたら毎日聞くわ。え、いや、やめて、ほんまに？ほんまに？それ、まあ、それで元気が出るならいいけど、嬉しい。明日は何曜日？月曜日？月曜日じゃないですか！大変！あ、そういえば今日は、アニメがね、薬屋の独り言が、あれされて、更新されてみました。それで曜日感覚が。
ターザン衣装どんな構造なのか気になった。いや私もね、なかなか思い出せない。え、なんだっけこの服、前しか布が、ん？どういうことなってる？同期が卒業して不安だと思うけど前を見てがん、そうよね、応援することしか、応援してくれたら嬉しいですよ。そういうことしかじゃないですからね。応援してくれてありがとう。みーちゃんの卒業発表、卒業発表した日の私、あれ、体調を崩して公園に出られなくて、この場に降りたかったけど降りたくないようなみたいな気持ちでしたよ。頑張れ20歳。でもみんなにさ、卒業発表してるみんなにさ、コカって何歳だったっけ、20歳になったよって、え、まだ20歳、もう何でもできるやんって言われ、まだ、確かにまだ20歳なの。13歳、もう7年アイドルやっても、でもまだ20歳って、ここからまた始められるよね。そんな気になりました。いつまでたってもやっぱりみんなの中では若、まあそうやね、その年の差は変わらんもんね。まだまだこれから。ひなの1個下です。そうです、うん、3期に年上おる、1人お酒飲めるし競馬できる。まあ20歳になったきれいね。ココアって加入当時のユミリンの年齢もう超えた。あ、もうこれぐらいじゃない、ユミコのこれぐらいよ。ん？そう、ユミコの卒コンぐらいの時にもうめっちゃちょうど同じぐらいじゃないって言ってからいう話したん、ユミコと卒業する時に、なんか19歳で入って、ユミコの卒コンが11月3日ぐらいで、その時まだ19歳だったけ、もうちょうど同じぐらいじゃん、私が卒業するぐらいに私の年齢になるんや、私が加入した年齢になるんやねんってびっくりしとった、ユミコが。うん、あんまあんまかーりん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 、これからユミリン文具だいってやばい、7年、ドキドキドキ、7年、
面白くてフラフラ来ちゃう。え、面白くてフラフラするってこと？可愛くてクラクラしちゃうみたいな、そういうことですか？どういうことなんだろう。カイコカは30歳。え、30歳になったらどうなるんやろ。もう体力がとか言うてそう。今日の韓国弁当食べてない。なんでかというと、お昼のなんかお魚弁当をちょっと遅く食べたけ。そろそろ、もうでもそろそろ配信終わって、お風呂に入るよ。うわ、ほらもう10時。あっという間に。ゆっくりお休みします。韓国弁当でどんなお弁当だろう。なんかね、おきちゃんが言うにはキンパが入ってたり、あ、おきちゃんがね、今日ね、オンラインお話し会隣の席だったんですよ。まあ1時間目は違ったんだけど、2時間目からお引っ越ししてきましたって言ってから、お母さん仲良くなりましょうね、ご近所、まあ隣の席なだけなんですけど、で話してて、うん、スタッフさんにもそこ仲良くやってねって言われて全然仲いいんですけどとか言いながら、まあ、おきちゃんとでお弁当食べとる。おきちゃん、今日は韓国料理でございます、韓国お弁当でございます、うん、言って、でカレーパンが来てましたよって言われて、差し入れにね。私、あの、あっちの部屋にカレーパンが来てましたよみたいな。え、そうなんて言って、宮島のカレーパン来てましたよ。ま、でも小川さんが取る前にみんなが取ったんでなくなったんですけどね、みたいなの言われて、え、マジ嘘やろとか言いながら、取りに行ったら全然あっていっぱい。あ、まあ、大嘘つかれた。まあ、それはいいんですけど。で、韓国料理を食べて、キンパ食べますとか言ってたよ。隣の席じゃけさ、あ、もう一生煽られる。そうそうそう、いじられる、煽られる。で、まあ、隣の席でけえさ、まあ、あんまりなんか何食べてるかよくわからん。めっちゃ、なんかね、意味わからんぐらい真っ黄色のものをね、口に運ぶんや。で、いやもうめっちゃ黄色いんや。で、なんか、え、何食べたの、おきちゃん、もう何食べたの、その変なもの何食べたのみたいな感じで言ったら、あの、ハニーマスタードのチキンが入ってたらしくって、韓国の。韓国お弁当の中に。いや、なんかさ、からし行くのめっちゃ黄色、めっちゃ黄色、真っ黄色、もうほんまになんか、え、それ食べて大丈夫みたいな、あのレモン、付属のレモンを食べてるレベルのね、まあ、遠くから見たら、えって言ってくる。もうこれ美味しいから、マジで美味しいから、そんな騒がないで、美味しいからみたいな言ってました。ずっと騒いでました、おきちゃんが。私は静かにしてました。こんばんは。うん、パプリカぐらいのなんかすごい色だった。黄色い食べ物、黄色いマスタードの、うん、ほんまに静かだったやん。はぁ、でもハニーマスタードはマジで遠くから見たら食べて大丈夫な感じじゃなかった感じがしたけど、まあ、キンパ食べてました。はい、静かでした。そういえば、稲まなま、稲まなま
今生面白かったですか？嬉しい。イラウで見れますからね、見逃し配信。そう、関東からも見たよって言ってくれた人がおって、今日もね、イラウのアプリで私が出てるたテレビのあれをが出てるので、キンバイラウ IRAW ぜひとも見てみてください。最高に子供だった。やばい、森脇さんと一緒のロケでしたからね。何感イラウサマールサワル。わー、でもイラウって言ってもさ、松竹の大御所芸人さんと縁がある。あー、よい子の浜口さんと有野さんとか森脇さんとか、また見てくださいね。あ、さ、うっちゃんなんちゃんね、ビッグスリー。いや、わかんないわかんないわかんない。クイズはなかなか難しかったですか。では違う？クイズ難しかった。探すのは得意だったけど。わっ！え、待って待って待って。これを投げとった！この、今、このギフト投げてくれたやつ。ちっちゃい頃に、鬼に向かって、あの、ちっこい豆の代わりに、この殻ってか、この形の、ピーナッツ？これ。このギフトで今くれた、うまちゃんがくれた、ギフトでくれたこれを投げてました。ピナッツかなんかの。落花生。マジで鬼に向かって投げとった。でさ、めっちゃさ、私が赤ちゃん？もう、ほんまに赤ちゃん。あ、ギフトありがとう、スバルクマ。痛そうなんやけどさ私が2歳か3歳ぐらいかの時、全く覚えてないよ。で、全く覚えてない私。でも、もう、鬼がもう怖い時期。全然鬼が怖い時で、ネネが鬼役しとったやん。で、鬼の仮面かぶって、うわーとか言うやん。赤ちゃんに向かって。で、父さんに抱っこされながら、泣きよるんよ。もう鬼怖いけ。そしたらさ、父さんがさ、父さんは大人やん、普通に。で、ネネが鬼役なんよ。逆やね、普通。普通、父さんが鬼役やるよね。で、ネネが私のことなく、親戚で集まっとったんか知らんけどさ、そこでさ、父さんが私を抱っこして、で、私の代わりに、ネネに向かって落花生を投げつけるんやけど、鬼に向かってね。それがさ、信じられんぐらい強くて、いやもうガラス割れるぐらい強くて、いやもうさ、それはただのさ、なんか日頃の鬱憤じゃん。なんかそのマリアーサドとかじゃなくて、なんか普通になんかさ、鬼に向かってガチで父さんが投げたのやんか。私抱っこした。待って、あん時の動画ないんかな。もうガチおもろすぎてさ、いや、思い出し笑いだけでもうおもろすぎる。いや、怖い。いや、ガチおもろい。ただのそれはもう兄弟喧嘩やね、それは。ただの。ね、もうほんまにおもろかったよ。それを動画を見たんよ。
悲しい。私の赤ちゃんの頃の動画がないかな、探してみよう。子供の頃の動画見せたことあるよね。おもろいんよ、小さい頃からなんかあるよ。おもろ、動画は動画でも見れるかな、保存期間みたいなのが切れとるけど、ないかも。あ、これないかな、これないわ、ないない。じゃあ探そう、探したい。どうしてもいい家族。あ、うわ、待って、また来た。あのね、私定期的にね、ばあちゃんが笑いすぎて涙で、定期的にばあちゃんがね、あの動画送ってくるんですよ。クリスマスとかなんかあるたんびに、初中お見舞いとか。今日は何の日ですか。変な動物の動画が送られてきたんですけど、こういう意味わからん動画がね、なんと何にも文章なしで急に家族ラインにポンって送られてくるんですよ。マジ意味わからん。え、本当にね、本当に怖いよ。でこれもう相談しとって、おきちゃんに、ばあちゃんがさーって、いや何の曲かもよく、これクリスマスにはね、また違う、クリスマスにはまた違う動画が送られてきたんですよ。ちょっと見せたい、クリスマスの。クリスマス、クリスマス、クリスマスにもね、意味わからん動画が、もうすぐもうすぐ来て来て、あ、もう保存期間が放送してみれ、あ、来た、あ、見れ。もうね、この動画がね、なんか We wish you a Merry Christmas とかじゃない、メリークリスマスなんかみたいな、なんかそういう感じのなんか動画が送られてきて、おきちゃんにね相談するんよ。ばあちゃんからこういうのが送られてくるんだけどさ、そしたらさ、おきちゃんもさ、なんか私のおばあちゃんからも同じ動画が送られてきましたって、ばあちゃん会話で何が起きたんと思ってさ、ほんまに怖くてこれ言えんかった。そう、こういう怪奇現象が起きとる今。皆さんも気をつけてください。うん、LINE で送る、 LINE で送られてくる。うん、もう広島のばあちゃんと岡山のおばあちゃんがさ、なんか繋がっとるんよ。じゃけ何が起きとるんと思ってさ、ガチ相談。今日もなんか送られてきてびっくりしたわ。別にさ、この動画何って言っても返事が返ってくるわけじゃなくて、何マジで、ただ気になる、何、信じられません。二十歳。ばあちゃん界隈で流行ってる動画あります。あ、なんか寒くなってきた。そろそろお風呂入ろう。あ、お風呂入ろうって言ってから何分経ったかしら。もうこの時間じゃ。はい、お風呂入ります。13位、ミオロ。12位、筋肉愛好家。11位、ヘドウィグ。10位、オレンジフリースの大吉。9位、ハマー。8位、バオバブ。7位、コニョ。6位、サージカル。5位、ライトニング。4位、タイムファイヤー。3位、ポッポやしちゃまちゃん。2位、スバル。そして1位は、コーラ。ありがとうございまーす。タワーもありがとう、クマタワー。クマクマー。
配信ありが、配信見てくれてありがとうございました。皆さん。グッナイ、今日はお話し会もありがとうございました。体調崩さないようにします。身に染みて。体調崩さないように。早めにおやすみなさい。おやすみ。スクショ。ちゃんと目開けて。おやすみなさい。見てくれてありがとうございました。